こんにちは、日本改革党靴沢です。竹廊下様、秋典様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎との裁判費用にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。長谷知事、二次避難所に集落ごと移ってください、とにかく出てくださいと説得している。道路の復旧の目処が立たず、孤立状態の長期化が確定した集落について住民全員の一時避難を求める方針っていうか今求めている、やむを得ないのはわかりますけれども、下手したらこれ集落がなくなっちゃうんじゃないのかなって、一っ子一人いなくなった集落だと、じゃあ道路直さなくてもいいかってなっちゃうんじゃねえのかな、ちょっと危惧しておりますけれども、世論です。空き巣とか火事場泥棒対策は封鎖して自衛隊か警察がパトロールかな。泥棒もズタズタの道路を命がけで集落に入って盗品を運び出すのは至難の業だろうけど、全員避難の対象は22地区2300人程度だそうだ。そこにいても支援が難しいと説明して期限を決めて移動させろ。残りたいやつは残してやる。自己責任で強く生きるもよし。高齢者は簡単に動かないよ。道路復旧の目処が立たず、そっか、大変なんだな。山を消すほどの勢いで、大予算かけて、もう、なんか新しい道路、引く勢いで、やってもダメなんかね。現地の状況がよくわからんけどさ。それともですね、ほっといても消滅する集落だから、本気で復旧する気が出ないとかね。金沢市以南の旅館やホテルで無料で受け入れるんだって、その2300人。待遇は悪くないですね。停電と燃料がないんで、氷点下を耐えてるそうじゃないですか。車の中で、いつまでも旅館やホテルってわけにもいかないから、大規模の仮設住宅でも作るんだろうか、避難用の、先祖の土地と墓がある、わしは離れんって応じないね、高齢者もいっぱいそうだな、でもってそういう人らをテレビが取材してですね、政府叩きに使いそう、動かないっていうのを選択したのは自分らなのに、若者いなくなっちゃって生活できないとか困っているとかいうところをテレビが撮ってですね、政府叩きに使いそうだなーって。東京地検特捜部、清和会幹部のいわゆる5人衆、立件を見送る方針、会計責任者と共謀したって立証するのが困難と判断だそうであります。会計責任者は在宅起訴する方針だそうで、トカゲの尻尾切り大成功って感じですかね。世論です。悪の勝利、一般人ならとことんやるくせに、ヘタレ検察、三権分立してなかった、途上国の独裁政権と変わらんな、逮捕される会計を用意したら脱税し放題、やったもん勝ち、検察が上級の守護者と貸しちょる、民間企業だったらありえないよな、脱税裏金にお墨付き与えて終了かよ、会計責任者だけで6億の裏金ってすげえな、全部会計責任者が悪かったのか、もう、清和会だけでなく二階派の会計責任者も在宅起訴されるって、罪に問えるですね。直近5年間だけでも清和会が6億円、二階派が2億円の裏金作った、つまり脱税してたってことまで分かっちゃってるのに、なんで立件しないのかな。清和会5人衆は以下の通り、この5人で合議で派閥を動かしてたみたいなんですけど、松野和弘元官房長官61歳、西村康稔元経産大臣、萩生田光一元政調会長、高木剛元復興大臣、世耕弘成元参院幹事長、安倍総理亡き後も自らですね、安倍派と名乗りたくてですね、代表を決めずに、幹部5人の合議制にしてた、その方が安倍総理の人気を利用できて都合がいいから、例えば世耕代表とかになっちゃったら世耕派って呼ばれちゃって、安倍派と呼ばれなくなってしまう、安倍派って鶴増ゴミ
いつまで安倍派って呼んでんだ、清和会だろっていう声もありますが、安倍派の方が都合いいっつって自ら安倍派を名乗ってたのはこの人らですかね。安倍総理が辞めさせてた裏金作りを復活させたのは会計責任者じゃなくてこの5人じゃないの。会計責任者だにね、よっしゃ裏金復活させるぞって権限ないでしょ。どう考えてもさ、清和会99人が有罪になったら国政が停滞して大変なことになるって言ってる人も、いましたけれども、国乱れて英雄現るで、いつの世にもどんな偉人にも変わりはいるんですよ。ニクソン大統領のウォーターゲート事件みたいに細部まで暴かれずになんとなく巨悪が逃げ切ったみたいな、誠にですね、日本的な締めで終わっちゃうんですかね。まあこれでですね、自民党の次の選挙は相当不利になったでしょうけどね。暴力を使わないで気に入らない統治者を排除できるシステムが選挙なわけでして、選挙ない国はですね、クーデターやら革命やらで人が死なないと気に入らない統治者排除できない、ですもんね。ガソリン税のトリガー条項、自公国、国民民主3党が実務者協議、与党は消極的だそうであります。世論です。話し合ってますアピールでどうせやらない、判断も何もこうなったらこうするって法で決まっとるだろうが、自公は財務省の言いなり、やってる振り返り、条件で自動発動するからトリガーって言うんだぞ。暫定税率にさらに消費税をかけるという鬼畜ぶり。財務官僚が減税ダメ絶対って頑張ってるわけですね。増税は即決なのにな。自民代表で参加した片山さつきさん、トリガーをどうするかは政治的に重い判断、1月に判断ということではないのではないかとか言ったらしい。慎重、これはやる気ゼロだな。ガソリン小売価格170円以上が3ヶ月以上継続したら暫定ガソリン税を撤廃するって、これが自動で発動するからトリガーってなってんのになんかおかしいですよね。なんで判断必要なの。 NHK はですね、契約は義務ですって言ってるのと同じぐらいおかしいんですよね。契約自由の原則っていうのがありまして、いつ契約するか、誰と契約するか、どういう内容で契約するかは全部自由ってことで、 NHK の義務って言い分はこれに反してんだよね。まあ1円も減税したくないですね。財務省がめっちゃくちゃな論理で自民と公明をダマグラがしてる、あるいは脅してるでしょうけどね。一回決まったもんは粛々とやらんかい。法に従ってないっすよこれ。現代ビジネス記事、日テレ関係者、すでにスポンサー企業は吉本芸人を忌避し始めている、松本だけじゃなくて世論です。なお吉本の株でも旧ジャニには頭が上がらない日テレさん、主要テレビ局各社と大手広告代理店は揃って吉本興業の株持ってるから、吉本所属のタレント個人は切っても吉本興業は絶対に切れないよね。人力車と松竹の2トップの世界になるとは。ジャニーズ、宝塚、吉本、次は、そのうち本当に吉本株を手放す可能性も出てきたと思う。ダウンタウン色がついた芸人は使いづらいだろうな。新人にはチャンス、新人芸人、松本と絡んでない全く見たことないような新人さんはチャンスってことでしょうか。まあ切り業はいらんリスク取りたくないですよね。だんだんね、世界中が徐々に潔癖な世界になってってんですよ今。トレンドが YouTube の規約、こういう動画はダメですよって、そういうのね、追加される一方で、減るなんてことはないもん。YouTube の動画ですらですね、だんだん、なんつうの、潔癖なものが求められている、世界になっているの、皆さんご存知だったでしょうか。Twitter なんかもそうだね。記事が事実なら、活動休止宣言は、松本の独断だそうで、まあこの記事に従えば松本が独断で活動休止を言い出したと、吉本には何の相談もなかったみたいで、過去にですね、隠し子報道された松方弘樹さんはちゃんと養って大事にしてたからそんなには叩かれなかった、昭和の大物スター松本の場合ですね、不特定多数を
食い散らかして、その後のケアも全くないように見えるからイメージ悪いんですよね。そもそもが既婚者だしね。去年大幅イメージダウンした大手はジャニーズ、宝塚、吉本と、次はどこでしょうね。盤石と思われるところが、ブランドが次々没落していく転換期なんですかね。共産党も現役党員にハラスメントが横行って告発されてたし、 NHK 含むテレビ業界自体と新聞の没落が見たいよな。あと私生きてる間に、まあ朝日新聞倒産と NHK 解体と、あとなんだ、あとなんだ、共産党消滅と立憲も消滅してもらいたいね、私生きてるうちに。その他のニュース、日本共産党は募金を全額1円に至るまで被災地に届けますと豪語していたツイッターのアカウント、数日後にアカウント削除して逃亡。これ多分上からですね、全抜きすんだから言うな、怒られたんですかね。パヨ芸人ラサール氏、被災者にそんな金あるか、だったらあんたが金出して旅館やホテルを借り上げて避難民を移動させろ。まるでね、あの二次避難の旅館やホテルの、が有料であると誤解させるようなツイートをしまして、ノート発動、無料もしくは極めて安価で避難できるそうであります。避難民ですね、あの二次避難をためらわせるようなデマ飛ばして、有害なやっちゃなぁ、デマある石って解明したら、中国共産党コロナでやめたノービザ訪中について、ドイツやフランスなど6カ国で、復活、日本は復活ならず、一緒行かないなら別にいいけど、公衆トイレの仕切りないっていうしね、ニーハオトイレっていうの、便器だけが並んでいる、みんなが見ている前で、あの用を足さなくてはいけない、ケツ丸出しにして、これが嫌がらせになると思ってるところが、まあ幼稚ですね、バカでもあるし、慌てんのはですね、これで慌てんのは中共の犬の二階や河野太郎ぐらいっしょ。日本人が行けばですね、なんとなくスパイ容疑で捕まっちゃうしね。中国発表、去年の訪中客数は2019年コロナ前の6割にとどまった。なんで旅行に来てくれないの。SNS その他でニーハオトイレだの、不衛生な環境だの、まずい料理だの、なんとなく逮捕されちゃうっていう実態が知れ渡ったからじゃないの。本場の中国中華料理はですね、油がダメでうまくないだって。日本人は腹壊すって、本場の中古料理油がダメ。日本のサラダ油の生成具合は半端ないんですよ。あの世界に天ぷらが受けてますけど、半分はうまい油が受けてるんじゃないかって私は思っております。あのイギリスの、あのイギリスで食うとうまくもない、あのフィッシュ&チップスなんですけど、日本の油で揚げるとですね、途端にうまくなる、すごい上手くなるっていう話ですもんね。今夜が総統選挙の台湾、民間が集めた能登地震募金が、11億8000万円に到達。台湾の民間人さん、ありがとうございます。コビ中の野党候補が勝たないといいな。中国50年間電力が持つコインサイズの原子力電池を開発したと発表。全然信じらんねえ、眉唾だし、なんかあの本当にあるとしたら大被害を引き起こす予感しかしないんですけどね。日本再上陸したヒュンダイ自動車、去年の販売台数は492台と検討。フェラーリでさえですね、1000台以上売れてんのに、あの日本におけるヒュンダイ車はフェラーリ以上のレア車ということになりますね。私もあの見たこと一回しかありません。ちなみにですね、あの外車1位のベンツは51678台去年売れました。まああの一月の売れた数でも、まああのヒュンダイの10倍以上ですかね、10倍ぐらいですかね。そうだ、22日に予定されていたですね、河野太郎裁判第1回口頭弁論なんですけれども、弁護士さんの都合で延期になりました。日時はですね、決まり次第ツイッターその他でお知らせしますんで、22日に見物に来ないでくださいその日ないですから、皆様よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。